ゃんじゅくじゃん、はい、絶好調だなんですが、私ね、大分県別府市神川温泉街にね、ございます観光ホテル風月がね、運営しているスーパー銭湯夢玉手箱でね、たった今温泉&サウナを満喫してきました。もうめちゃくちゃ癒されておりますでね、今ね休憩所でねゆっくり一息しているんですけどもね、いやー最高だな。いやいやいや、またまたね、私こちら夢玉手箱に伺い温泉&サウナで癒されましたということでね、これからね近場にね夕食食べに行こうかなと思っておりますので、ね、でね、今回ね食べようかなって思っておりますのは何でしょうということで、今からねもう一息してこちら夢玉手箱を出てね、はい、お食事処に行きたいと思います。もう髪ぼっさぼさでしょう、ね、今風呂上がってきたばかりなので、はい、いつも通りのね、はい、ね、夢玉手箱からね上がってきましたが、めちゃくちゃ気持ちよかった。いやーでもね、めちゃくちゃね癒されました。やっぱ温泉は気持ちいいな。そしてまたねサウナね、このキューッと暑い中に入ってね整ってきましたよ。いやでも辺りがめっちゃ暗くなったな。もう今ね時刻が19時を過ぎた辺りです。目の前にありますね、はい、里根駅神奈川にもねたくさんのお客さんがね入っておりますが、はい、観光ホテルのね風月ね結構宿泊してますね。はい、ではね私のボロ車に乗り込み、今夜ねちょっとちゃんぽんをね食べようかなと思っております。和風ちゃんぽんでね、和風ちゃんぽんで珍しいでしょ。それにね、さらに麺がね、ちょっとこうね、焼いてあると、炒めてあると。気になりません？気になりますよね。ということで、今からね、そちらのね、ちゃんぽん屋さんで迎えたいと思います。はい。あー、腹減ったー。もう間もなくね、目的地のね、ちゃんぽん屋さんが見えてくるのではなかろうかなと思います。夢玉手箱からね、車でね、5、6分ぐらいのところでした。いやー、マジで。ちゃんぽん自体、久々に食べるな。いつも麺類といえばね、豚骨ラーメンばかりをね、食べてますので、まあ、今日の昼はね、初のね、別府冷麺をね、いただきましたけども。腹減ったー、マジで、ね、前の車のねブレーキランプの赤に照らされて、見てこんの、なんかもう赤くなった私の顔、あ戻った、気持ち悪いってね、なんか自分で見ててもね、まあ、気持ち悪いとか思ってるねえ、おじさんが一人でベラベラ喋りながらこの車を運転するというね、この絵もね、あ、ナビが300メートル先、右方向、いやもう多分ね、もうすぐだと思うんですよね。今ね、この Google ナビをね、はい、つけておりましてね、そら辺かな、もう見えてくる。あ、から右方向、どこ、どこだ、
どこだどこだ、あー、ここだここだ、踏切すぐ横のね、はいはい、お疲れ様でした。ねえ、うわー、ここだ。看板にはね、ちょっと見えにくいかね、光の話で、和風野菜ちゃんぽん別府名物とこう明記してございます。はい、店の前に到着いたしました。はい、今ね到着いたしました。わー、なんかめちゃめちゃ美味しそう。よいしょ。はい、私のブログに止めましたけどもね、和風野菜ちゃんぽん、ちょっと見えにくいかな、ちょっと離れた場所からね、ちょっと全体的にね、ちょっと映そうかな、動画を。ちょっと待ってくださいよ。はい、今ね正面に見えておりますのが今回ね目的のね和風野菜ちゃんぽん屋さん。こちら店名がね、歌の総本店と明記してございますのでね、あ、結構フランチャイズがね、あちこちやってるのかな、この店。ねえ。もう真横が踏切なのでね、ピンポンピンポンの音が鳴っておりますが。ここね。うわぁ、見える？ちょっと光の反射で見えにくいかな？すごいな、昭和51年創業と。珍しい、ほんと。和風野菜ちゃんぽんで書いてますね。してまたこの真ん中、こだわり手作り餃子。一番端にはね、昭和の味、薄焼きとなんかお好み焼き風な感じのね、はい、写真でございますけども。はい、もうね、真後ろにはね、電車が走っておりますが、はい、ではね、これからちょっと店内に入っていきます。あ、そうだそうだ、ちょっと。ね。一応ちょっとわからないのでね、よいしょ。マスクをね、しましょう。あ、なんとね、丁寧だな。入り口こちらですよと、ね。はい、こちらがね、歌の総本店ってすごいな、なんか。ここから入る。いらっしゃいませ。はい、今ね店内に入ってきましたけどね、めちゃくちゃ混んでる、すごいね。美味しそうだ。ちょっとね、今あの和風野菜ちゃんぽんをね注文いたしました。で、こちらの名物なんだそうでございますのでね、いや楽しみ。ちょっとね、ちゃんぽんが来る前にメニュー引きを皆様にねちょっと見ていただきましょうか。ね。はい、こちらね、今回私が注文しましたね、和風野菜ちゃんぽんですね。ここ、歌野のね、名物ちゃんぽんになっているそうでございます。ね、でさらにね、他にね、つけ麺とかね、ございますし、またまたこのほら、先ほどね、入り口でもね、見ていただきましたけど、この蒸し焼き、お好み焼き、そして焼きそばなんかもうまそうか、もだい焼きもございますよ。いやー、やばい、これめちゃくちゃうまそうだな。でね、他にもね、ほら、唐揚げとかね、かしわ飯、これおむつですね、ハムカツとかね、つまみなんかもいろいろこのメニューございますね。いやー、これ、これ美味しそうだね。
ちょっと今回はね、こちら、はい、和風ちゃんぽんね、豚のね、カレー、今からね、食べますので、最近ね、ちょっと老眼がひどくなりまして、このね、はい、折りたたみ式の老眼鏡をはめてね、食べないとね、食事がね、ぼやっとしたね、映像で食べることになりますので、今、老眼鏡はめました。はい、はい、たった今ね、歌の総本店の和風野菜ちゃんぽんが届きました。ちょっとね、じっくり見てください。めちゃくちゃ香りがいいね。でね、なんか確かにこのとこの中ね、麺がね、ちょっと焼かれてるようなね、はい、そんな感じがいたしますが、はい、ではね、早速これよりいただきますよ。はい、どうですか。ちょっとまずね、はい、出汁からいただこうかな。うまめちゃうまいんですけど、このだしめちゃうま。あ、次、あ、本当だ、なんかね、見えますね、ほら、ちょっと軽くね、炒めてるような、はい、では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 、いただきます。はい、うん、うまめちゃうまい。何これ、マジで、マジえ、この美味しさ、新しい。うまっ、めっちゃうまい。あ、うまい。めちゃくちゃうまい。そしてね、麺炒めてるから風味がいいとかね、風味いい上にこのだし、うんな、いつも食べてるあのちゃんぽんのね、美味しさとまた違った、これ、うんな、和風だしちゃんぽん、めちゃくちゃ美味しいんですけど、やっべー、これやべー、まじか、感激。うわ、めちゃくちゃ美味しいですもん。めっちゃうめえ、なにこれ。めちゃくちゃうまい、風味がいいですね、うまみ、味最高です。これまだハマる、めっちゃハマりますよ。いや、なんかな、ちょっとね、ちょびちょび焼いてんですよ、これ。
が全部いないと思いますよ。で、私の後ろにね、たぶんね、製麺、麺作ってるんですよ。自家製麺ですね。いやー、マジ。めちゃくちゃ美味しいんですよ。長崎ちゃんぽんも美味しいんですけどもね、このね、和風だしのね、そしてまた、この細麺をね、結構ね、焼いた麺、これ、うまいな、これ。美味しかった。はい、いただきましたよ。はい、ごちそうさまでした。大満足。大満足です。あー美味しかった。食べました。この歌の製麺所とかの店の中にね、はい、自家製麺をね、はい、作るところがございまして、ここでね、なんか自家製麺を作っているところでございます。いやもうマジでうまかったな。いやうまかった。はい、食べてきましたよ。初のね、歌の総本店ね、もう字が見にくいか、光が反射いたしましてね。いやこれこれ、ちょっともう一度ちょっとほら、この看板をバックにですけどもね、和風野菜ちゃんぽん。めちゃうまい。まずね、特徴あるんだが、細麺でね、この角張った細麺のね、もう焼いてるんですよ、麺は。ちょっと焦げ目をつけてね。で、この和風だしはもうね、なんて言っていいかね、美味しいんですよ。もうなんか癖になる美味しさ、マジで。いやー、いや、あのね、長崎、いや、店内でも言いましたけども、あの、長崎ちゃんぽんのね、あの、ほら、あの白いスープ、あれはあれで美味しいんですけどもね、これまたね、和風は和風のね、美味しさがあると。いや、もう大満足。まあ、混んできた時はね、あの手作り餃子とかね、またこの薄焼きなんかもね、食べたいなと思います。いや、マジで最高じゃないの。美味しかったなぁ。でね、駐車場もね、結構ね、広々取ってるんですよ。ね。でも知らなかったのは、私これ別府にこんだけね、癒しを求めて遊びに来てるんですけどもね、いやここね、和風野菜ちゃんぽんがね食べれるっていうか、まあこのねいや知りませんでしたね。いやマジでめっちゃ良かったです。はい、ということでね、もうね、温泉サウナで癒されてね、そう夢玉手箱で癒された後にね、夕食をね、今回こちらね、歌野さんでね、和風野菜ちゃんぽんをいただき、胃袋まで癒されましたということでね、最後まで動画ご視聴していただきありがとうございますということでね、皆さんね、おすすめですので、ぜひぜひこちらにもね、和風ちゃんぽん食べに来てくださいということで、絶好調の荒木からでした。では皆様ごきげんよう。